改めまして、皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。大勢の方に集まっていただき、本当に光栄でございます。改めまして、横須賀市議会議員の永井正人です。皆さんからは、いろいろこの1年間アドバイスをいただきまして、こうしたらどうだ、議会とはどうなっているんだというようなご意見、そして、ご忠告、様々なご意見をいただきました。そういった中で、私もですね、1年生議員ですけれども、それなりに一生懸命やってきたつもりでおります。今日はですね、7時から8時までということで非常に短い時間になっております。報告の方をですね、なるべくたくさんしたいんですけれども、なかなか難しい。それから今回は実は個人で行う議会報告会は第2回目となります。前回は11月の13日に行いまして、その時は私の方からの報告を20分ばかりやらせていただきました。試行錯誤でやっていこうということでですね、まず20分ぐらいお話しして、そしてそれから質疑応答ということで45分から50分ぐらい皆様からたくさんのご質問をいただきました。で、その質問に一つ一つお答えをさせていただいたわけですけれども、その時に私が感じたこととしては、私が報告する事項と皆様がここをちょっともうちょっと聞きたいなということがですね、必ずしも一致していないんじゃないかなということがありました。ということで、今年の、1回目、第2回目ですけれども、今回の議会報告会においては、皆様から質問をいただいて、そして、お答えをする方式、こちらの方をもっと多く割いた方がいいんじゃないかなということで、私からの説明は最低限、報告をさせていただいて、そして、皆様からの質問をお受けするような形にしていきたいと思っております。それではですね、まず今年の第1回定例会ですけれども、2月の16日から3月の27日まで計41日間、行いました。で、実は5月の11日に臨時議会というのがございまして、こちらの方で、議会の中の人事を決めました。で、人事を決めるということは、私も委員会もう一回新しくこうガラガラポンという表現をよく言ってるんですけど、もう一回決めるということです。で、今司会の伊藤さんの方からもありましたけれども、生活環境常任委員会というところで1年間やらせていただきました。これの所管は市民部、市民安全部、それから資源循環部、上下水道部、消防部、この5つです。で、この1年間こうした部署で働く方々と一緒に1年間勉強をしてまいりました。で、今年はですね、もう1年実は生活環境常任委員会の委員としてやらせていただくことになりました。ですから、こちらの方も2年目になります。1年間どういったことを学んできたのかということが試される時期でもあると思っています。ですから、今まで勉強してきたことをですね、しっかりと生かして発言に入れていきたい、そういうふうに思っております。で、皆様にもお話をしているんですが、防災体制と整備特別委員会というのがございまして、こちらの方はその問題がその終わるまでの特別委員会ですので、こちらの方はそのまま継続ということになります。今日はですね、もう本当に試行錯誤ということで、皆さんのお手元にはちょっと資料をお配りしてないんですけれども、かいつまんで説明をさせていただいて、そして皆様からの質問に移っていきたいなというふうに思っております。実は4月の23日と27日に議会議員全員で行う議会報告会というのがありました。
でそちらの方で、予算の説明というのを行いました。で、私もですね、ここで予算のことを説明をしたいんですけれども、5月の1日付の広報横須賀の方に非常に詳しく載っております。ですから、そちらの方に詳しい話は譲るとして、私の方からはこういったことがあったということで、2、3点のことをお話をさせていただければな、そういうふうに思っております。まず1点目は、一般会計のことです。で、これはちょっと外せないことでして、横須賀市の会計規模がどのくらいなのかなということは、少なくとも皆さんには知っておいていただきたいなというところがあります。で、大体1400億ぐらいとまず覚えておいてください。で、今年はですね、1407億8000万円ということで、これが一般会計の会計規模になります。で、これはですね、平成23年度の会計規模よりも少なくなっています。で、どのくらい少なくなっているかというと、31億8000万円ぐらい少なくなっています。で、なんでこんなに少なくなったのかというとですね、子ども手当の制度改正による補助金、これが減ったということ、それから今横須賀地方の市役所の裏にある諏訪小学校、これ建て替えやってますけれども、これが終わることによる工事費がなくなるということで、それが減ったということが主な原因となっています。それからもう1点、私が生活環境常任委員会で、ずっと議論をしてきた上下水道局のことについては、私の解放ですね、そちらの方に書かせていただきましたけれども、実際にあの後何人かの方から質問をいただきました。ちょっと書いてあることはよくわからないから、もうちょっとよく説明してくれないかということで、説明をいたしましたけれども、これはですね、例えば漏水調査をやったことがある方ってこの中にいらっしゃいますか？漏水調査を頼んだことがあるという方はいないですか、この中には。実はうちはですね、何回か頼んだことがあるんです。で、漏水調査っていうのは、上下水道局でしかできない実はことなんです。で、普通の一般の業者さんではやっちゃいけないことなんですね、法令で決められています。で、そこ行くと漏水調査頼むと、漏水してるかしてないかっていうのを見てくれます。で、じゃあ漏水してるっていうことになったら、じゃあ次何やるかというと、事業者さんに電話をして直してくれるってことなんですけれども、市の職員さんはそれをしちゃいけないです。ですから、まず上下水道局に電話をして漏水調査をやってもらって、で、漏水がありましたよっていうことだけは言ってくれます。で、それで帰っちゃうんですね。で、その後自分で、水道屋さんを探して、そしてもう一回電話をしなきゃいけないっていう二重の手間が今までかかっていたんです。で、それをワンストップサービスにしようっていうことができる、いわゆるそれがまず一つのメリットとして、株式会社を建てるということになりました。で、これはですね、市の方から、5000万円の出資をして、そして民間会社とタッグを組んで、民間会社から2500万円出してもらって、計7500万円の出資金で株式会社を建てましょうということになりました。そしたらですね、やはり賛成する議員さんと反対する議員さんが出てきました。で、これをですね、1年間ぐらいずっと議論をしてきましたけれども、今回の第1回定例会において、非常に僅差で18対20で、株式会社建てるということになりました。で、要はなんでそんなに拮抗して、これがダメなんだということなんですけれども、やはり、上下水道局というのは上水道と下水道というのがあって、で、下水道はもう赤字なんです。で、上水道と下水道一緒になることでによって今どんどんぐらいになっているんですけれども、そういったところからもう一回5000万を出資して新しい事業を展開することによってリスクがないのかというところがあります。で、私は
この案に賛成をしました。というのは、横須賀市内の業者さんに仕事が行くことが非常に少なくなっています。で、今非常に自由化が行われていまして、例えばクラシアンですとか、いろんなそういった会社が横須賀市内に入ってきて、そして、横須賀市内にある仕事をやるとですね、そのお金というのが横須賀市内の業者さんに行かないことによる、その空母化が非常に進んでしまうんですね。ですから、この株式会社を建てることによって、横須賀市内の業者さんになるべく仕事が回るようにということで、市内経済の活性化、これをまず第一の目的として、賛成をしたところです。で、これは私が今回会合の方に書かせていただいたことです。それからあともう一つ、防災について皆さん非常に興味があるところだと思いますので、今回防災についてどういうふうな予算がついたのかというところについて、説明をさせていただきます。今回、防災の方は非常に予算をたくさん、つけました。これはですね、10億9300万ぐらいつけました。10億円ぐらいつけてるんですけれども、じゃあ実際に、それがどのような形で使われているのかっていう細かいことについては、広報横須賀の方で、載ってますので見ていただきたいんですが、今回防災体制と整備特別委員会で発災をしたときに何が一番困るんだろうということについて、やはり備蓄品ですとか、それから実際に被災をされた方がトイレが大変だったっていう話が非常に多く聞かれたんです。で、我々のこの横須賀市で、じゃ あ本当に今の状態で災害が起こったときに下水とか浄水とか両方ですけれども、やっぱり破綻をしてしまうところがあるのではないか、そして下水が破綻することによって、トイレっていうのが非常に大変なのではないかっていうことがありまして、簡易トイレですとか、あるいは携帯トイレですとか、そういったものと、それからあと食料ですね、何しろ何日間かは生きなければいけないと、いつも皆さんが聞いているように自助、共助、公助というのがありますけれども、まずはご自宅に備えていただくということとともに、市の方でも公助の部分で、皆さんに資することができるように、公的な市の施設などに、より多くの備蓄品を備えましょうということで、そういったところの予算を取っています。それから消防局なども、新しいトランシーバーとかですね、通信機器を新しく入れています。何かがあった時に電話が使えない、何かあった時に携帯電話が使えないということがありますので、そういった携帯電話などに頼らなくてもいい、そういった通信機器のを新しく入れたという、そういった予算がついています。とりあえず議会の方の報告は大きく大まかにやらせていただきまして、で、今後ですね、私が取り組んでいきたい場所、取り組んでいきたいその部分ですね、そういったことについて少しお話をさせていただきたいと思いますけれども、今最初に私がですね、会合の方で、会合の最初の方の会合で書いたことなんですけれども、やはりその子育て世代の支援というのがあります。それからあとは地域教育というのがあります。で、その2つの部分について今年は少し重点的に取り組んでいこうかなと思っています。子育ての方は学童クラブがまずあります。放課後の子どもたちがどういうふうに過ごすのかなという部分について、いろいろと質問をしていきたいと思っています。それから地域教育の方は英語の教育というのもありますし、それから小さな子どもたち、
が自分の地域についてしっかりと学んで、そしてそれを初めて会う人にしっかりと伝えていけるように、そういったことについて、一般質問も含めて、やっていきたい、そういうふうに思っています。本当に甚だ簡単なんですけれども、私からの一方的に私からの方お話をこのくらいにしまして、双方向で、皆さんの質問を受けてそれに答える形で、やっていきたいと思っておりますので、ご質問ある方は挙手にてお願いをいたします。ただいま、まないマスコミにより、昨年3月の臨時審議でもって、決められた予算関係とか、主だった政策についての説明が行われております。まあ、ちょうど宣言通りに10分で終わりまして、質疑応答の方に重点を置きたいということなんで、期待のないご意見ないご質問内容をいただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。はい。守りたいなと申します。よろしくお願いします。まずですね、すごく話が分かりやすくて、よかったと思います。1400億で予算規模を超えられたので、よかったと思います。分かりやすいです。でですね、質問なんですけども、教育にすごく力を入れているということを聞いたんですけども、僕なんか仕事しているわけなんですけども、今の世代、まあ、僕ぐらいの33なんですけど、の世代とか、まあ、それより低い世代というのは、すでに会社を辞めてしまう方ってすごく、まあ、国規模ですごく問題になっていると思うんですね。で、仕事自体、すごく厳しい状態ではあるのに、なかなかやる気が出なかったりとか、そういったその就労に関する問題っていろいろあると思うんですけど、そういったもので、まあ、僕としてはそういうものも含めた、なんか教育のようなものも考えられたらいいのかな、そういうその恵まれた世代であっても、なぜかそのなんかやりたいことが見つからないであったりとか、そういうなんか僕の面での教育とか、そういうことを。すみません、マイクが1本しかないもんで、ご質問ありがとうございました。今ご質問いただいたのは、まあ、20代30代の方で、例えばお仕事をされてもこう記録が出なかったりとか、途中で辞めてしまったり、それから自分がやりたいことが本当にこれでいいのかというふうに悩まれる方が結構多いということでよろしいでしょうか。はい。で、私も実はそのことに関して非常に考えてまして、で、じゃあ大学を卒業したときに22歳の方が多いですけれども、そのときに本当に将来やりたいことがそのときにあるのかっていうことがまず問題だと思います。で、自分の周りを見ても自分のことを考えても、実際にその時に、本当にこれでやっていくんだっていうことで、その時にいたかっていうと全然そうじゃないなかったんですね。で、私は今35ですけれども、同世代の中で一生懸命頑張っている人もいれば、今職を探している人も中にはいます。で、そういった中で、これでやっていくんだって言ってコンサルティング会社に入った人がいて、しかしやはり途中で、これではダメだと思って、そして転職をするという方もいる。そういうことを考えますと、まずその個々人の問題というのは非常に違う、個人個人違うんだということをまず認識をするということ、それから小さい頃から教育を受けても必ずしも教育を受け終わった時に、これがやりたいんだ、これで一生行くんだということが見つか、必ずしも見つかるとは限らないということなんだと思います。で、自分も34年、この仕事に就いたわけです。
時代で、結局いろんな情報が入ってくるし、その中でどういうふうに自分をしっかりと持っていくのか、これは今おっしゃられた教育ならではでいかないといけない、そういうふうに思っています。でその中で一つ私が一番大事だなと思うのは、やはり、先人に学ぶということが非常に大事だなと思っています。で、実はもう横須賀市で私の同期も含めてですね、身近にロールモデルを持っている人が少ないっていうのを非常に頭にの中に今考えて持っています。というのはどういうことかと申しますと、じゃあ22歳であるいは23歳で、大学を卒業するときに、2歳上とか3歳上ぐらいのもう今活躍されている本当に少し上ぐらいの世代からいろんな話が聞けるかなって言ったら、なかなか今そういうチャンスがないんですね。それから例えば今会社で働いていて、そして中間管理職ぐらいの、40代40歳前後の方からいろんな話が聞けるかなって言ったら、それはもう自分は経験したことがないんです。ですからやはり地元で活躍をされている方、あるいは地元に住んでいて、そして世界で活躍されている、あるいは本当に地元のために頑張っている方、そういった方からですね、体験談を聞いて、こうしている中から自分のやりたいことが生まれてくるんだっていう、そういう話をですね、実際にあったことをたくさん聞くことによって、自分の中で、あ、自分はこの横須賀市にいてもこれだけのことはできそうだなとか、そういったことをですね、そのリアルなことを、そういった話を聞く機会っていうのをたくさん作っていかないとダメだな、そういうふうに思っています。で、そのことは議会の中で教育委員会とともに実現できることもあるでしょうし、おそらくできないこともたくさんあると思います。ですから私は個人でできることはやっていきます。例えば議会とは関係なく勉強会を立ち上げていったりですとか、そういったことはできると思いますので、実際に今ちょっと勉強会の準備してますけれども、そういった中でですね、そういった今まで話ができなかった若い世代と、もう少し上の世代の断絶っていうのを取り外して話がもっとできる、そういった地域にしていきたいな、そういうふうに思っています。よろしいですか。ありがとうございます。すごい、はい、参考になりました。僕も仕事も上でもすごく役立つことですし、すごい考えてもらってありがとうございます。大変教育に関する難しい問題でありました。他にございませんでしょうか。何でも大丈夫なんで、皆さんが普段思って新聞に書いてあることとかでも構いません。何かございませんか。じゃあすみません、指名なんで今、鹿児島ですね、高野小学校と上野台、旧上野台も統合したんで、跡地をどうするかっていう問題が、話題になったんですけど、横須賀市の全体の動きとしてはですね、統合された後の学校っていうのは今どんな動きなんですか。佐久本とか池上とか木原とか八戸も、統合されていると思いますけどね、その辺が何か分かったらちょっと情報を勉強したいと思います。ご質問ありがとうございました。学校の跡地の問題はいろんなところでやはり地域の方々の中の話題になっています。で、今
会長からお話があったように、鴨居でも紅葉小学校と、それから目の台中学校の跡地、これが非常に大きな問題として、今、前に立ち上がっておりますけれども、他の地域はじゃあどうなったということに関してはですね、やはり地域で使っているところに関しては、そのまま継続して使うという事例があります。で、今、カモリを例にとるとですね、カモリ地区っていうのは、今、上野台中学校が山の上で、紅葉小学校は海の真ん前ですので、カモリ地区に今2つの土地が浮いているということになっています。で、そのうち、実は横須賀市の方では、両方売却をしたいという意向があります。で、そういった中で、今財政状況の話もお話しいただきましたけれども、横須賀市の財政状況非常に厳しいので、空いた土地は何しろ全部売却をしてですね、余剰のお金を増やしていく方向で今横須賀市の方は動いています。そんな中で、昨年の3月11日に東日本大震災が起こりまして、皆さんが地震が起こった時にじゃあどこに一時避難するんだ、あるいは避難所を建てるんだという問題があって、で、上野台中学校というのはそういった意味では非常に重要な場所なんです。で、あそこの場所、つまり何も建ってないような皆さんが集まれるような場所っていうのがあそこになくなってしまうと非常に地域としては困るということも私も聞いております。で、そういったことで、市の方もですね、2つあるうちの、少なくとも上野台中学校の方は売却をしないというような方向で考えているということはちょっと聞いております。で、高校の方はそういった意味では海の近くで、非常に今売却するにもなかなか値段が上がらなくて大変だと思いますけれども、売却の方向性で今進んでいるというふうに聞いております。よろしい。あと1点ですね、今津波の話がありましたので、鴨居小学校とか、宮原とか海岸みんなそうなんですけどね、鴨居小学校とか鴨居保育園とか鴨居幼稚も含めですね、最初で田んぼに避難しなくちゃいけないと思って津波を これにしたらね、で、今は鴨居小学校なんかぐるっと鴨居谷の大通りもあって、桃源鴨居谷とか公園の方に避難すると思うんですけどね、さしあげ近道でね、小学校から中学校まで登れる近道をね、あれを早くちょっとね、工事してもらわないと、ちょっと山をしょっていう避難するってのも用事は怖いそうなんで、その辺がどんな話になってます。もしあったら、鴨居編長とですね、鴨居小学校の校長連盟で、修復しようと今話はしてますけどね。その辺はどうなんですか。ご質問ありがとうございました。今ご質問は、鴨居小学校から鴨居中学校に抜ける道ができないかっていう話で、実はですね、去年の段階で、前の校長先生、村本先生、と一緒にですね、小学校の中をちょっとぐるっと一回りさせていただいたことがありまして、で、実際に鴨居小学校から鴨居中学校、あるいは上の観音崎の三丁目公園の方に抜けるには、鴨居小学校のフェンスがずっとあそこにありますので、入り口が一番こっちの手前側にありますから、そこから出て、道をずっと行かなきゃいけないということで、横移動の間に、ちょっと大変なんじゃないか、あるいは校庭がですね、地震でこう崩れてしまったらあそこは歩けないんじゃないかって、そういうような話をいただきまして、で、去年の段階で、私の会派の予算要望の中で、鴨居小学校から鴨居中学校に抜ける
階段を作るように、予算要望に入れさせていただきました。で、実際に今管轄しているところが教育委員会、それから市民安全部の危機管理課というところで、今担当しているんですけれども、危機管理課の方で、津波があったときにどこを伝って逃げるんだというアンケートを横須賀市中で昨年9月11日に、訓練があったときにアンケートを取りました。で、アンケートを取った中で、じゃあ実際にここはやはり、市の手助けをして、土木部の方で、ちゃんと整理しないと手取りダメだねっていうところの優先順位をつけたんです。で、ここはもうちょっと補足してれば上に上がれるんだけどっていう場所は結構あるんですね。ですから、今危機管理課の方でそういった優先順位のリストを作って、順次毎年毎年少しずつ予算を使いながら、そういった避難経路についてはやっております。で、今回 の、 その小学校から中学校への道っていうのは、今度土木部ではなくて教育委員会の方の紹介になりますので、こちらの方もですね、しっかりと対応ができるように、これからも要望はこちらからも出していきますけれども、やはり一番力になるのは地元の方から要望が出るのが一番力がありますので、皆さんで協力をして要望していくという形でやっていっていただきたいと思いますし、私もそういった形で動いていきたいと、そういうふうに思います。階段じゃなくね、なんかやっぱリアカー、保育園なんかリアカーとかね、それでこういろいろ子供を乗せてなして避難しなくちゃいけないんでね、階段はちょっとダメだね。それは頭に入れてみます。はい、はい、他にございませんでしょうか。どんな質問でも保育園でも、はい、ですね、私が最近すぐ思うのは、横須賀市では福祉関係ですね、電動福祉でもいろいろありますけども、特に、老人ホームとかそういったところのね、福祉関係の対応プレゼントと思っております。具体的に言いますと、私の妻のは山梨なんですけども、その妻の母親が97歳で亡くなったわけですけども、もう90歳からホームに入っていたんですけども、まあ、あそこは山梨の伊沢で、田んぼから温泉をこう、うわ、巻いてですね、景気が良かったんですけども、それもありますけども、大変福祉がですね、その老人ホームにしても中はきれい、すごく清潔、それから職員さんも親切、それで金銭的にもただ同然、そういうようなことですね。もう10年前にもうそういうような風刺が行き届いているところはあるんですね。それで実は私も自分のおふくろが94歳ですけども、もう数年前に2箇所頼んであるんですけども、もう何年間も待たねばならない状態、そういった状態ですね。それから全体的にいろいろ聞きますと、全体的にそうだということを聞きます。それから金銭的にもですね、やはり10万以上、安くても12万とか13万とか、というような具体的に言いますよね。安いところでもそんなんなんですよ、ね、それというのはやはり例えば老人になって、どっちにしても、まあ、旦那さんが亡くなって、ね、高齢者の一人で、そうすると年金も当然半額になりますよね。これからは半額になるということは、具体的に言いますと10万円以下なんですよ、ね、そういうことになるんですよ今後は。そうするとそういう老人ホームにも入れない、入れても家族の他の家族に負担がかかる、そういうような現実なんですね。そういったところをですね、今後は、まあ、生活環境ということなんですけども、
今の今後の状況、それからそれを含めたね、何かお考えがあるということで、ちょっと。ご質問ありがとうございました。ね、生活環境って今言っていただいて気を使っていただいていましたけども、確かに教育福祉常任会というのがありまして、そちらの方で、いろいろと議論はされておるところですけれども、非常にね、難しい問題というのは皆さん分かっていらっしゃると思いますけれども、私なりのちょっと今考え方をお話しさせていただければなと、そういうふうに思っております。高齢者医療に関しては非常にいろんなところで議論されているところでして、この鴨居地区でも非常に大きな問題になっています。で、今浦賀鴨居地区の地域運営協議会というところでも命の灯台というそういった事業をやっていたりとか、その高齢者向けの事業も民間で展開をしています。で、そういった中で今施設のお話がありましたけれども、実際にじゃ あ今後必要となるその施設の中に、病床数というそのベッドの数ですね、ベッドの数というのは実際に本当に足りるんだろうかという問題があるんです。単純に考えて、じゃ あのこれからそういった、まあ、限りということは伝えたくないですけれども、やはりベッドが必要な方が施設に入って、その施設のベッド数、横須賀全体のそのベッド数というのは本当に足りるんだろうか。今足りてない状態なんです。今足りてない状態なのに、これからまた団塊の世代という方がどん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 高齢化をしていったときに、本当に足りるんだろうかって言ったら、僕は足りないと思ってるんです。じゃあどんな解決法があるんだろう、そこを考えないといけないと思ってるんです。で、やはり現実的なことは自宅で療養するということが非常に現実的なんですけれども、今おっしゃられたように、家族の方にかなり負担がかかると。で、そこで、その自宅で療養をサポートするそういった制度を今後真剣に考えていかないといけないんじゃないかなと思ってるんです。で、実は今変な話ですけれども、死亡診断書っていうのがありまして、それを今まではほとんどその病院で書かれる場合が多かったんですね。で、その病院のベッド数、それから施設のベッド数っていうのがだん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 足りなくなってきた今、その自宅で、診療に来てくれているお医者さんが書くことが結構増えてきているんです。で、これはどういうことにしてるかというと、自宅で、お医者さんを迎え入れて自宅で診てもらうという方が非常に増えてきているんです。で、そういった中で、見てくれる家族がたくさんいる人は、まあ、それでいいでしょう。だけれども、例えば2人だけだったり、あるいはもう本当にその人だけだったりというところで、今後自宅でも病院あるいは施設と同じようなサービスが受けられる、そういったサポートをしていくシステムというのを真剣にこれから考えていかなきゃいけないな、そういうふうに思っています。で、そのために今横須賀市議会の方ではそれを議論する立場ではないですけれども、今後機会があって教育福祉の方にもし移ったとしたら、そういった問題についてもしっかりと議論していきたいな、そういうふうに思っております。他に何かございますでしょうか。どんな問題でも普段何やってんだとかそういうことでも考えられません。すいません。はい、一番聞きたいことなんですけども、財政が苦しいって言われてる中で、どうして箱物があまり使われてないようなものが市長さんが変わるたびに出来上がりますよね。いつの間にかに出来上がりますね。あれは
なぜかって疑問にいつも思うんですけども、はい、ご質問ありがとうございました。非常に大切な問題でして、確かに単純に考えて、こんなに財政が逼迫していると、いろんな方が話している中で、なんで、こんな建物ができて、そして、じゃあ例えば美術館とか、そんなにお客さんが入らなくて、赤字なんじゃないかとか、こう言われている現状があります。で、なぜそういうことになってしまうかっていう話ですけれども、実は例えば今美術館の話がしましたけれども、今の吉田市長というのは美術館反対ということで運動された方です。で、そういった中で、市長になられて、もっと美術館を使わなければならないということで、今美術館運営少しずつ変わってきていますけれども、美術館っていうのは前の市長の澤田市長の時に実際にできたもの、できたというか計画が立てられたものです。で、なぜこういうものができてしまうかっていうことについて、自分はその時議員ではなかったですけれども、少し考えを揺らしたことがありまして、で、実際にその市議会で、本会議に出てますと市長と議員との議論というのがあります。ですから私が例えばこれはどうなんだ、こうした方がいいんじゃないかということに対して、市長あるいはそれ以下の部長さんたちが答えてくれるわけです。で、そういった中で、じゃあそうしますということもありますし、いや違うんだ、こういうことでやりたいんだっていう、そういった議論を今回の中でやっていきます。で、私が今までちょっとその気になっていろいろと調べて聞いた話から少しお話をさせていただくと、当時、澤田市長に国際海の手文化都市っていうそういう表題をつけて横須賀市の基本計画を作りました。で、国際っていうのは横須賀市は4つの海外の都市と姉妹都市提携を結んでいます。で、その国際都市、それから米国との基地の関係というのもあって国際というのを入れて、そして文化都市の文化、これは例えば芸術劇場ですとか美術館ですとか、こういったものを当時の澤田市長は横須賀市に取り入れたい、そういうふうに強く願ったんですね。で、非常にその澤田市長の熱意というか、横須賀市民が横浜とか東京にそういった絵画とかオペラとかを見に行かなくても、横須賀市内でそういった文化を根付かせたいという、そういう強い気持ちで本会議の中で議員さんをも説得をしていった、そういったいきさつがあったと私は聞いてます。ですから非常にその市長の思いというのがあって、財政も逼迫してますけれども、その中で何とかやりくりをして、そして横須賀市民の間に文化を根付かせたい、横浜とか東京の方に行かなくても、この横須賀でそういったことをやることによって、華々しいこの横須賀の国際色、そして文化色というのを広告していきたいんだという、そういう市長の思いに賛同をした議員さんと一緒になって、今の状態が実現をしているんだと、そういうふうに認識しています。ですから、その時の熱い気持ちをですね、継続をさせて、そして、運営をしていくにはきちんと財政もしっかりと逼迫しないように運営をしていかなきゃいけない、その責任があると思っています。ですから、その意味においてはしっかりともっとちゃんと貢献した方がいいんじゃないかという発言はですね、私たち議員がやっていかなきゃいけない、その責任がある。自分はその時もちろん議員じゃなかったんですけれども、これからもそういうことを新しい入ってきた議員もともどもやっていかなきゃいけないなと、そういうふうに思っています。他に何かございますでしょうか。はい、
はい、先にいいですか。短いから質問です。はい、はい、私の間と申します。今とてもいい質問をいただきまして、で市長さんの、市長さん自身会さんのお話ですけど、なぜね、素晴らしい公演が芸術劇場であるんですね。で私もよく行きます。ところがそういうのに限って空いてるんですよね、お客様が少ない。それがすごく残念なんですよね。だからもっとなぜ呼べないのか。で歌謡曲関係は私行ったことないですから、そういう時はとても混んでるんですって。だからそのレベルって言っては申し訳ないんですけど、それから美術館もそうですね。私やっぱ絵とかいろんな文化遺産とかそういうのは好きなんで、よく上野行くんですよ、六本木とか。その人すんごい、ものすごい人なんですね。で横須賀で美術館ちょっとガラつきですよね。それがすごく残念なんですよね。それをなんとかできませんでしょうか。呼び込むっていう、はい、方法ですね。はい、そういうことです。くだらない話になって、ね、いいです。はい、ご質問ありがとうございました。はい、多くの方が同じ思いをいただいていると思います。はい、はい、美術館反対の方は多かったですけれども、ですけれど、やはりできてみると非常に素晴らしいところで、できてしまった以上はやはり、素晴らしいところはちゃんと素晴らしい場所として活用していかなきゃいけないというのは当然のことでして、で、行政の方でも非常にいろんな手を打ってきています。で、横須賀の美術館というのは非常に絶景の場所だということで、ホームページにも絶景の百景というのが中に入っています。で、なかなかそれが宣伝が少なくてですね、地元の方も知っている方がなかなかいらっしゃらないということもありますけれども、去年はですね、あそこの横須賀美術館の屋上でウェディングパーティーが行われました。でこれは吉田裕人市長も何もよりにですね、あの絶景の場所で、愛を誓うというそういうことでですね、銘打ってですね、でそういった工夫をやってきているんですけれども、まだまだ足りないなっていう部分があると思います。ですから横浜、東京のあたりはやはり人の数はだいぶ違いますけれども、しかし、イベントの力であるとか、あるいは企画の内容であるとか、そういったことは集客には非常に、直結する問題だと思いますので、そういった部分で、どんどん改善をして、そしてより良くなっていくように私も発言していきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。ね、横須賀呼んでください。ね、お時間いかないようにしますから。はい。はい、ありがとうございます。田島さん。はい。宮原さんと言います。横須賀市の議事基本条例について、船屋の台湾版にも、条例に4番ということで、マッチしたんですけれども、今回定例会で継続審査ということになる。いう主な理由は、住民投票の制度設計がなくなされていない、それから最高機関を使いながら市民に周知徹底されていない、それと今、共存権が叫ばれている中で、今後、横須賀市の市政を、決めていく上で、議会、それから市長、住民、重要な役割があると思うんですよ。でそれが継続審査ということは、次の定例会で取り上げて、で、議論して、
で政治まで持っていくのか。私はこの認知症条例はぜひとも制定してもらって、それでもってやっぱり今いろんな方はいろいろ言われたけども、物事を決める上で市長と議員だけじゃなくて住民も交えて、で物事を決めていくと、あの米津さんなんかもこれは住民投票にかければ、いくら、吉田市長がやるんだと言っても自分投票を持ってやるべきという問題じゃなかったかなと思うんですよ。本当に今の最終ラケの最終処分場の、地位は4日持っておくと。でこれ私の部門には最終的には、住民投票で、やると。その住民というその制度設計がなされていないということがまず問題だと思うんだけども、雅人君が長い間ですね、この議事基本条例についてどういう考えを持っているのか、ちょっと理解してください。ご質問ありがとうございました。非常に的確な質問で、ありがとうございます。実はですね、今日の私の最初のお話の中で自治協条例というのはお話をしなかったところなんですけれども、4月の議会報告会の方ではそういった形でお話をさせていただきました。で、今おっしゃられたように住民投票制度というのは非常にリネックになっております。でもう一つ地域運営協議会というのがネックになっております。で、住民投票条例の方からお話をしますと、皆さんが思われているように、住民投票というのは基本的には直接選挙、直接投票なんですね。ですから全ての横須賀市の皆さんが投票をして、そして、何か大事なものを決めていくということなんですけれども、じゃあ横須賀市の人って誰なんだと、住民というのは誰が住民なんだというところで非常に今そこが固まっていないところです。で例えば横浜市に住んでるんだけど横須賀市内に働きに来ている人はどうなんだ。で、例えば東京に住んでるけども県立保健福祉大学に来ている20歳以上の学生とか、いろんな方がいらっしゃいます。一日の半分を横須賀市で過ごすけれども、でも寝るのは横浜市、そういった人がたくさんいるんです。で、実際に横須賀市のいろんなサービスの恩恵を受けるのは市民税を払っている住所をこの横須賀市に持っている人だけではなくて、昼間横須賀市で働いている方々も横須賀市のサービスを受けていることになります。ですからそういったことを考えると、住民といったときに、一口で住民といったときに、東京に住んでいて横須賀市で昼間働いている人たちは横須賀市のサービスを受けていないのかというと、そうではない。ですからそういった人たちも街づくりの中に入れて、みんなで考えましょうよっていうのが基本的な吉田市長が言っている住民投票の中身なんですけれども、ただしやはり市民税をしっかりと払って住所を持っていて、そして公職選挙法にのっとった形の資格を持った人でないといろいろ問題が起きていきますよっていうことを主張している議員が多くいるという、そういうことが今回の継続審査につながっているということをまず基本的な理解として持っていてください。で、私はじゃあどうかというと、住民投票条例については非常に、慎重に、議論をしなければいけないなと思っています。ですから、じゃあ昼間横須賀市にいる人は誰でも彼でも、例えば横須賀市が三浦市と合併しますといったときに、そういった人たちが投票していいのかどうか、これは皆さんの中にもいろんな意見を持たれていると思います。いや横須賀市の今さっき言った1400億のそういった会計規模で皆さんの市民税、法人税のからほとんど成り立ってますけれども、そういった横須賀市の運営に関して、
ここのそういった税金を払ってない人まで、そういった決定に絡んでいいんだろうかということがあります。で、じゃあ何かしらの意図を持った人が大勢市外からわっとこう入ってきて、投票時だけわっと入ってきて、そういった人がある意図に従って投票行動を行ったら、実際のところ本当に我々の多くの人が思っている意思というのはそこに反映されるんだろうかということがあります。ですから、そういったことがしっかりと検証されなければ、これは決定ができないことなんですね。ですから昨日ですね、実は住民投票条例の検討委員会というのが第1回目が開かれました。で、この検討委員会において、住民投票の制度設計をどうするかということについて、議論を重ねていってですね、今年度中には何とかその形を作りたいということで、今検討委員会で話し合いを進めているところです。ですから その住民投票条例の制度設計が、改めて出てきた議会の方にその内容が示される予定になってますので、それを見て、こちらの方もしっかり議論していきたいなと思います。で、自治基本条例に関してですけれども、自分は自治基本条例に関してはやっぱり制定していかなきゃいけないなと、そういうふうに感じています。だいぶ時間も経過してまいりました。他にあと1点もかかり受けられると思いますが、どうぞ。はい、中台の中根と申します。先般ですね、新聞報道によりますと、横須賀市の人口が今ちょっと減りつつあるんですね。で、藤沢よりも下になってしまったということなんですけど、その減った原因というのはちょっと私もよく分かりませんけれども、一応内議員の、どういうふうに考えているかちょっとお聞きしたいなって。ご質問ありがとうございます。藤沢市に抜かれて、実はその横須賀市は神奈川県内で5番目の都市になりました。で、横浜、川崎、相模原で、その次に横須賀市だったんですけれども、藤沢市が非常に勢いが良くてですね、横須賀市が減ったから藤沢市が来たっていうことじゃなくて、藤沢市がぐーっと上がってきて、横須賀市はちょろ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 下がってるということなんです。ですから、じゃあ去年どうだったかっていうと、去年も 今頃も同じように、自然減という形で、自然減社会減という形で、皆さん神奈川新聞を持ち取っている方がいれば、神奈川新聞に毎月人口の動向が載りますけれども、そこで大体本当に200人とか減ってるなとか、そういったことをチェックされている方がいらっしゃると思いますけれども、今回横須賀市の人口がガクッと減ったわけではなくて、藤沢市が非常にこう人口が増えてきたと、そういったことによるんです。ですけれども、私が今アナウンサーがおっしゃったように、横須賀市は減り続けています。で、これの原因としまして、私はやっぱり新しくこう家を建てて住む方っていうのが非常に減ってきてるんじゃないかなっていうことを感じています。で、いろいろその例えば京急佐島の方ですとか、新しい団地がたまにこうできますけれども、佐島もですね、ほとんど買い手がつかない状態です。で、新しいマンションができてもなかなか売れなくて、1000万単位でお金が安くなっちゃったりとか、本当にそういったところばかりなんです。ですから、安くなったら横須賀市内の人がそこを買おうかとか、外の人がですね、わざわざこう来て、家を建ててっていうような形の場ケースというのが非常に少なくなっているんじゃないかなというのがあります。ですから、そこの部分をなんとかなきゃいけないということで、吉田市長が先頭に立ってシティセールスっていうのをやってまして、なんとか横須賀市に
人を呼ぼうと言って、その人を呼ぶためにじゃあまず何をしなければならないかということに関して、自分としてはやはり雇用を生み出さなきゃいけないな、そういうふうに感じています。で、それは新生活をやっていらっしゃる吉田市長も同じ考えだと思ってますけれども、例えば森崎大橋の横にできたコロワイオという会社がありまして、でその会社はですね、皆さん行ったことあるかは分からないんですけれども、天太郎とかですね、北海道という居酒屋がありまして、そういった居酒屋に食品を卸している食品加工会社なんですけれども、それの工場が森崎大橋の横のところにできたんですね。で、そこで300人から400人くらいの雇用が生まれたんです。で、そういった形で少しずつ工場など会社などを誘致をしてですね、雇用を生み出すことによってわざわざこう横浜東京に行かなくてもそこの部分で雇用っていうのを創出して、そして、横須賀に住める、そして横須賀で子育てができる環境っていうのをこれから作っていかなきゃいけないと。で、それが強いては人口の減というのを止めるようになっているんじゃないかなと、そういう気持ちで今取り組んでいます。